梶原康弘は日本の政治家、元衆議院議員、父は元参議院議員の梶原清兵庫県笹山市出身、東京都立豊玉高等学校を経て、早稲田大学第一文学部卒業後、10年間参議院議員の秘書を経験。その後、電気機械器具製造会社の経営に携わる。1990年、 第39回衆議院議員総選挙に無所属で旧兵庫5区から立候補するも落選。また、1996年の第41回衆議院議員総選挙に新進党公認で比例近畿ブロックに立候補するも落選した。2000年の第42回衆議院議員総選挙では自由党公認で兵庫5区から立候補するも落選。2003年の 第43回衆議院議員総選挙で、兵庫5区から民主党公認で立候補し、小選挙区では自由民主党の谷光一に敗れるが、比例近畿ブロックで復活し初当選。2005年の第44回衆議院議員総選挙では再び、谷に敗れ、比例復活もならず落選。2009年の第45回衆議院議員総選挙では谷を破り、国政に復帰。 党内では一審会に所属していたが2011年に総公会の立ち上げに参加した。2012年の消費増税をめぐる政局では6月26日の衆議院本会議で行われた消費増税法案の採決で党の賛成方針に反して棄権した。民主党は7月3日の常任幹事会で厳重注意処分とする方針を決定し、 7月9日の常任幹事会で正式決定した。2012年10月、第3次野田改造内閣で農林水産大臣政務官に就任。同年12月の第46回衆議院議員総選挙では、前回下した谷に敗れ、比例復活もならず落選。2013年12月、兵庫国公認内定者に選ばれる。ところが、 衆議院が解散した2014年11月21日に岡田克也代表代行から公認取り消しを告げられる。民主党本部主導で全国的に進める維新の党との選挙協力の一環で、党党は維新の党の三田前に候補を絞ることとなった。2014年の第47回衆議院議員総選挙には比例近畿ブロック単独23位で立候補。 同選挙では、兵庫県内各地で、野党連携が進んでおらず、選挙期間中、梶原も、新聞の取材に対し、維新の橋本徹る共同代表は、民主批判を繰り返している。こちらから、三木氏の応援はしないし、党本部からも指示は受けていないと答えた。党開票の結果、落選。2017年の第48回衆議院議員総選挙に、 兵庫国から希望の投稿人で立候補した。投開票の結果、落選。2018年末から無所属で政治活動を再開。2019年5月21日の立憲民主党、常任幹事会で同党の兵庫国総支部長に選任された。ありがとうございます。